はい、皆さんこんにちは、トリックとバックヤードトークでーす。皆さん元気ですか？はい、今日はですね、ちょっと面白い企画を考えました。ボア最強ブーツは何だっていうことを考えてみたいと思います。ボアブーツがこの世に出てもう10年ぐらい経つんですけど、初めからトリックスターはボアにはすごい注目してました。それいろんなブーツが出てるんですけど、じゃあこの10年以上トリックスターがブーツ、ボアブーツを売って考えてみて、じゃあ何がボアブーツの最強なのかってことを考えてみました。そこで今日比べる2機種があるんで、これを皆さんに見てもらいたいと思います。一つは K2、 そしてもう一個ライドです。これは K2 のメイシスのいわゆる親分型にあるホリゲートっていうブーツですね。でこっちはライドの92という、まあ、ライドのフラッグシップ的なこのブーツですよね。じゃあこの2足を比べてどっちがいいかってことを考えてみましょう。はい、まずボアシステムのボアですよね。来期から使われるこのボアは H4 というボアになります。 H4 というボアが H3 と何が違うかというと、非常にメンテナンスが楽になりました。このボアシステムは両方とも H4 です。はい、続いてソールですよね。これソールも結構大切ですよね。はい、まずは K2、 ホリゲートが使ったのはこのビブラムの 4.0 というやつですね。まあ見てください、この誇らしげなこのビブラムロゴ、黄色のね。一方ライドはミシュランのソールを使っています。この滑らないビブラムか、スタッドレスで言うのはこのミシュランか、これどっちがいいんですかね。そして続いてインナーです。ブーツに大切なインナーですよね。いわゆる成形可能なインナーなんですけど、見てください、両方ともインテューションっていうこのインナーを使ってるんですけど、インテューションっていうのは本当に昔から、僕がお店を始めた時くらいからずっとインナーを作ってる会社なんですけど、このインナー専門メーカーに両社ともインナーを作らせてるんですよ。ここがすごいところだと思うんですね。いわゆる持ちは持ち屋的な考えで、インナーはインナーメーカーに作らせるでしょう、そういった考えをしてるんですけど、ここで違うところはまず K2 はプロフォーム、ここはライドは普通のフォームになってますよね。それで K2 のこのホリゲートはプロフォームの、見えますか、ここにスペースヒーターというのを使ってますね。これはちょっとこっちの方が上ですね。スペースヒーターっていうのはインナー自体があったかくなるんですね。これはちょっと K2 の方が勝ってるかもしれませんね。こっち K2、 こっちライドですね。ライドはラップ式を使ってます。ラップ式、締めれば締めるだけちゃんと足首が締まる方のラップ式ですね。一方K2 の方はターンが独立したこのターン式のインナーを使ってます。締めてターンがちゃんとこれが押すっていうタイプですね。これも好き好きが出てくると思いますけど、どっちがいいかっていうことが、うーん、難しい。はい、じゃあ続いてブーツ、気になるところの重さですよね。これ両方とも9インチ27センチです。まず K2 から測ってみましょう。見てください、 K2 の重さは片方でだいたい 1.03。 一方ライドの方ですね、ライドの方はドン、おお、なんとこれ1キロ切ってますね。この部分ではやっぱ軽さで言うとライドかかってますよね。はい、続いてこのヒールの部分ですね。ヒールの部分を見てみましょう。ライドはここの部分を TPU っていう素材で耐久性を良くしてるんですけど、K2 はこちらはエンドを使ってますよね。いわゆるブランドを使ってますよね。ここで言うとこの耐久性にお金かけてるのはもしかしたら K2 かもしれませんね。これ結構難しくなってきましたよ。はい、続いてこのターンの前の部分ですね。ここの部分で1個ライドが強いところは、見てください、アウターにこのベルトがついてるんですよ。このアウターにベルトがついてる部分ではライドの方がこれ上ですよね。しかしなんと K2 はインナーにこれをつけてるんですね。これどっちの方がいいと思います？ここも勝負です。はい、じゃあ続いてこのアウターの内側ですね。見てください、両方ともアルミをつけて熱が担当遮断されるようになってますね。ここら辺は両者とも抜かりないですね。
そして、この何年間もずっと K2 がボアシステムのリーダーだったっていう一番の理由はこの K2 のこの内側についてるこのコンダシステムなんですけど、見てください。これがいわゆる K2 の特許なんですよ。この K2 の特許でこれがボアのダイヤルを締めることによってギューッと内側に締まってインナーを締め付けるんですね。それによってかかとを抑えるというこのコンダシステムが K2 の中で一番とされているこのシステムです。ですから今まで K2 を使ってくれた人はこのコンダシステムがあるから K2 を買ってくれた人もすごく多いと思います。なおかつすごいところはこのコンダシステムっていうのは非常に単純なシステムなんで壊れづらいんですね。だから壊れないから山でのトラブルも非常に少ない。これが K2 の一番強いところです。このコンダシステムがあることによってライドはそのコンダが使えないわけですよ。じゃあライドが何を考えたかっていうところですよね。それが見てください、わかります？この単に直接ワイヤーを入れ込むことによってインナーを押さえつけるという単体度っていうシステムを作ってるのがこのライドです。だから実際にこの単がギューッと押さえつけられてインナーを締める。一方 K2 はコンダがギュ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 ッと締まってインナーを締め付ける。両方ともこのアンチヒールリフト、かかと浮きに非常に有効なシステムになってるんです。局部的にコンダでかかとを締めるか、全体的にライドのこの単体度で締めるか、これもいい勝負です。それでこのライドの92というモデルはすごいシステムが1個あるんです、ね、見てもどうし、なぜこの防水ジッパーがついてるかってことなんですよ。これにはちゃんとした理由があるんです。これ見た目だけじゃないんです。これはもちろんこのタンの内側の防水性を高めるということなんですけど、これはこれをつける理由があったんです。なぜかというとタンが縫製されてないんですね。つまりタンと本体がくっついてないんですよ。ほんのちょっと布についてるんです。だからその間から水が入ることになるんで、ここに防水カバーがついてるんですね。じゃあこのタンが自由に動く、何がいいかってことなんですよ。このタンが自由に動くことが何かっていうと、締め付けますよね。もしここの部分が止まってたらタンはこう動くわけですよ。なぜかここはもう動かないから、ギューッと締めてこう上がっていくわけですね。わかります？だけどライドのこの92がすごいとか、ここが自由に動くんでターンを締めるとターンの角度のままギューッとこうやってかかとにこうやって全体にターンがグーッと寄っていくんですよ。こう寄るんじゃなくてこう寄るんですね。これはめちゃくちゃ考えてますよね。この部分は K2 は持ってないです。両方のこのブーツを履いてみましょうね。履き心地はどんな感じか。あ、じゃあまずライドですね。ライドのこの感じから足入れ感すごくスムーズに入りますね。ラップインナーですね。ラップインナーで止めてサイドボア締めますね。おお、なるほどなるほど。このターンがねどんどんこうやって寄ってきますね。寄ってきます寄ってきて、おお、いい感じ寄ってきますね。で全体的に包み込まれる感じが非常にいいですね。締めます。わあ、全体的にこれ締まる感じ。かかとのポイント低いですね。前傾は非常に柔らかい感じがします。あー、なるほどね。はい、続いて K2 ホリゲート入りましょう。うん、足入れ感はね、このスパッと入るのは他のブーツとかで紐があったりとかするのが全然シンプルなんで、これはライドも K2 も非常にいいですね。そしてこのインナーのこのベルト、これがねしっかりくるっていうのと、もう一個の K2 の強いのはこのコンダなんですよ。コンダが自由に場所を変えられるっていうんです。下を締めたいときは下に持ってくれる、上を締めたいときは上に持ってくる、内側を締めたいときは内側、外側を締めたいときは、これがすごいんですよ。これがコンダのすごいところ。メイシスに比べてホリゲートはすごく安定性のある感じです。おお、このポイントでギュギュギュッと締まりますよ。これ、この感覚はやっぱりコンダのすごい強いところですよ。もうピンポイントでがっつりちゃんと締まる感じ。もうこれね、安心感抜群ですね。ああ、これちゃんとしたこの張り、ガンっていう、ガンっていう張りがありますね。
なんかもうエッジ押せますよって感じ、これガツンってあれがありますね。ライド、ライドはスムーズですね。ケツガツンってありますね。それでライドのベルトしっかり止まりますよね。 K2 のベルトここもしっかり止まりますよね。だからこの2足に感じて言うと、この前傾の感じ非常に頼りがいがありますね。信頼性ありますね。おほほー、これ決めかねないですよ、めちゃくちゃ。はい、ここ何年かずっと僕 K2 履いてたんで、自分個人的には気持ち的には K2 の方が勝ちかなっていうところはあったんですけど、ここに来てこのライドのこの完成度の高さ、めちゃくちゃびっくりしました。じゃあこのブーツどっちがいいかっていうことで考えると、僕どっちもいいと思うんですけれど、もう最終的にはこれ履き心地で変わってくると思うんですね。全体的にピンポイントでかかとをバッチリ押さえてくれる方が好きな人はこの K2 のホリゲート、全体的な包み込みで優しく包んでくれるんだったらこのライドの92、これ両方とも買っても絶対に後悔しないと思います。なおかつうちだったらばもちろん焼くことは当然できます。で焼いてインナーを焼くっていうのは当然ですけど、インナーを焼いた上に例えばじゃあインナーと足のフィット感もちろんいいですよね。アウターとインナーのフィット感どうなのって時にこれをぴったり上げることができます。もちろんこっちもできます。総合的に考えてどっちがいいか、もうこれ履くしかないでしょ。この2つぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。